ちょっとペンタ食べるからな。はい、うん、お茶がないと喉詰まるからな。行ってきます。ありがとうございます。さすがレジェンド。両手で、はい、チャリンコ乗ってあのこの距離をバッテリー片手に2個持って自転車乗ってますか。すごいっすよね。久しぶりっすね。本当ですね、うん、前回は春のおかっぱいでしたっけ。そうですそうです、うん、あれだね、夏やろうと思って台風の影響で、そうだ秋か、台風の影響でやられて、うん、もう初冬ですよ。今年初防寒ウェアですから。霞ヶ浦では登竜門的なアルトボートさんに来たと。来ましたね。来ましたね。まあ、ちょっとねハイテンションで喋りたいんですけど、周りに民家多々あるんで、そうですね、ちょっと大変失礼かなと思ってちょっと静かに喋ってますんで、決して機嫌が悪いわけじゃないですから。君のことを考えていたら夜も明ける、僕は一人ぼっち、君はどんな顔して寝てるだろう。君のことを考えていたら夜も明けて、悲しいこと全部忘れて、君への想いはまだ残って、ってことで、巻きましょう。巻きましょう。早く巻きましょう。クイックショットね。うん。フロロカーボンだと張りが強すぎて、このちょっとこう寒い時期になってくるとミスるんですよね。うん。ピンピンって口切れとかしちゃうし、だけどこのクイックショットだと、まあどうやら聞いたところによるとフロロカーボンとナイロン系のまあいいとこ取りをしてるんで適度な伸びがあるんですよね。それがこの時期のプラグ系の釣りには合う。今日はあの浅めのレンジを 3DS クランクのミスターの方、うん、うん、と深めのレンジを、なんだっけ、ハードコアシャットの、まあ、僕の大好きなね 60SP で、あれ結構潜るんで、うん、そのメインは2点攻めと。グラングラン。では皆さんありがとうございました。行ってきまーす。始まりましたな。これ中学生ぐらいから来てます。久しぶりっすね。霞ヶ浦では冬の定番とされるスパッと、まあ、こういうところをじっくり丁寧にやっていきましょう。これは大岩田ってエリアですね。まあエリア的にこうあれっすよ、あのあっちが北なんですよ。あっちが北、北とか西とか、いわゆる冬の季節風って
あの北西の風ってよく言いますけど、まあ北西方面から吹く風が多くて、そうするとやっぱりこう人もそうだけど寒いじゃないですか。うん、そうするとやっぱりこう風が当たらないところに魚が寄り始めるんですよ。でただ正直まだ冷え込みが足んなくってそこまでなってんのかなっていう感じがしています。だけどまあとりあえずやってみて、まあこういうレンタルボートなんで、あんまり遠いところまでガンガン移動はできないし、まあ、逆におかっぱりよりも動けないし、じゃあどうするってなった時にまあ一箇所で集中してやるっていう感じで、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、冬っぽい魚を釣りに行った方が、まあ、狙いが絞りやすいだろうということで、まあ、場所っていうよりも北西の風をブロックするっていうところでまあ来ましたよ的なそんな感じですね。うん、ちょっと水がでも茶色いね、こっちはあっちに比べて。どうですか？よくないですね、こういうのは。よくない。ちょっとじゃあ風裏になる川行ってみますか。すぐそこに1本あるんで、うん、それやって考えますか。移動今じゃないよね、きっと。ここだよね。うん、ちょっと人流しをしていきましょう。日明かりなのはね、結構やっぱ北西風とかでこうぐーっとこう冷え込んできたり、まあ水温が下がってきて北風が強くなってきて、さっきも言ったけどそれを避けるために魚がいろいろ集まってくるんですけど、通常まあバスも釣れるし、あと鯉が引っかかるんですよ。だけど一回も鯉みたいな他魚種もかかんないじゃないですか。それがまだちょっとこう北西のエリアじゃないのかなっていう心の迷いを今生んでますね。うん、あれ今なんかかかってきたよ。追っかけてきたのかな。あ、また何かが触れたんだ。うわぁ、うわぁ、マジか、マジか。おぉ、危ねぇ、危ねぇ。触れてたんじゃないの。いっぱいいんじゃないの、ここに。ここって来るよって言い出しただったもんね。おった。あ、なんか引っかかってた今ね。あ、うろこだ。あ、鯉だ。ピックじゃないっすよね。いや、鯉でしょうね、これ。いや、バスでしょ。バスですか。さっきの一瞬、地合いだったんですかね、魚たちが元気になった。なんか一瞬そうでしたよね。それが何回来るかでしょ、やっぱり。でもデュエルクランクの特徴って飛びますよね、全てが。うん、何の細工したのか俺知らないんだけど飛ぶと思う。でもプラグ関係って僕一番重要だなと思うのはやっぱり飛ぶことなんですよね。軽い力で、あんまり思いっきりえいってやって飛ばなきゃいけないとやるともう投げ続けるのが嫌になるじゃないですか。そうですね。うん、僕そんなキャストに力入ってないと思うんですよね。ふわーって投げてる。それがこう投げ続けられる大切な理由。だってなんか軽い力でしっかり飛んでくれるルアーの方が、なんつうんだろうな、投げ続けられる、そこはすごい重要な気がする。いやー、吹いてきちゃったじゃん、マジか。頑張れ頑張れとか言いながら11時か、早いな。
これにしてみようかな。やり続けるしかないかもしれないですね。いろいろ回りながら一番強一で水がいいっすよ。ほら、これが取れる。関和さん教わった。フラグのなんか針が一本絡まってる時、硬いところにコツンってやると取れんすよね。だから関和さんが番組でやってたっていう噂を聞いてやってみたら本当に取れるから、いちいち手でやってて面倒くさいじゃないですか。おかっぱいの人も使えるし、まあ、ちょっと河口まで打ってって考えましょう次を。来た来た、あ、バレた、うそー、マジか、それだ、クンクン来てた今、すごい大きい。でも頑張りましょう、集中集中。さあ来い。さっきの絶対魚だったよな、あれバスじゃないのかな。外にちょ風がね問題な気がしますが、まあちょっと移動しましょう。ここにいてもしょうがない。お疲れ様です、頑張っていこうぜ。諦めたら負けだぜ、マジで。それだけは言えるぜ。俺がハードコアシャット投げて釣れなかったこと今まで一回もない。来た来た、おっしゃバレるバレる、バレないで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 、バレないで、ピカタ、あー一本だよこれ、どうすんだよこれさあどうする、うらーうらー、やったかっ、やったー、握手しよう、まずやったすごいいいお腹してる、やったー、いやーきつかった今日やったやったやった、まあ、あの何度か入り直した風を避けてくれる、この北風西風を避けてくれる、いわゆる石積みって言いますよ、霞だと。で特にその中でもあそこだけこう岬状になってるんですよね、こうこういうふうにこう出っ張ってる、なんとなくですけど出っ張ってて、あの岬状のちょっと落ちたところ、先端の落ちたところにハードコアシャットを通したらクックッと来たというので、もうなんか竿に当たりの出方からしてそんなにこう活性が高いような感じじゃなかったから、まあ巻いてたらやっぱり後ろの針しかかってなかったんで、なんとかこう2本かけようと思ってやったんだけど、まあ結果的には1本しかかかなかったけど、もう焦っちゃって抜いちゃってみたいなでも餌を食べるのってやっぱりこう何かのものの端っこであったり、ああいう岬状になってるところであったり、それなんでかっていうとバスが身を隠しやすいんですよね、やっぱり。だそういうところはまあ狙い目というところで、今日は釣れたということで、ハードコアショット超感謝、本当に嬉しい、すごい食べちゃいたいぐらいですやった、ありがとうございます、嬉しい。まあ、ちょっとただ残念だったのが、今日がまあ北西の風っていうんですか、まあ、冬型の季節風がまあ非常にちょっと強かった、強い時間帯があったっていうので、まあ釣りをするエリアと、まあ釣りをする場所、風裏を狙ったんですけど、それでも吹き抜けちゃってたので、まあちょっと残念でしたけど、でもまあいい魚、綺麗な魚することができたんで良かったんじゃないですか楽しかったですね、はい。まあ、釣りはもう最後楽しければ全て OK ということで、またお会いしましょう、はい、ありがとうございました。